はい、シューチャンネルのシューです。メタルブラックレースの紹介です。今ようやくですね、子供もしっかり取れて、わら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 泳いでます。最初はちょっとね、子供が取れるか不安だったんですけど、なんとか産んでくれました。こちらですね、おそらくフルブラックとレースコブラ渡り合わせて作ったんでしょうか。体産の直径ですが、ケース自体は非常に安定してます。ただですね、ちょっと成長に伴って、あのレース部分が黒く、ソリッドの影響か塗りつぶされていく傾向にあるので、親の選別が結構重要かなと思います。一時期ですね、ヤフオクを中心にすごい人気が出てた品種だと記憶してます。今は結構数が出回るようになって、値段も落ち着いてきましたね。自分が行きつけの店にもタイから直輸入されてる、個体たちもよく見るんですけど、中にはですね、スワローとか、アルビノも、いました。ただリアルレッドアイアルビノにすると、まあ何が何だかわけのわからない魚になってしまうんで、まあ、こちらはね、ノーマル体色が一番魅力的かなと思います。この個体ね、綺麗だったんですけどね、ちょっとね、時間とともに黒みが増しちゃって、レースがちょっと潰されちゃいましたね。で、子供を取ってると、まあ黒くなる個体と、ならずに、まあ、レースが比較的残ってくれる個体もいるので、親の選びようと思います。一回ちょっと分解したことはあるんですけど、まあ、メタルとレースと、まあ、フルブラック出来損ないみたいなのも取れたんで、まあおそらく、まあ、それが元親でしょうね。しかしね、黒いレースとかはやっぱりみんな想像はしててもなかなか作れなかったんで、こういうものを作ってくるタイのブリーダーっていうのはやっぱすごいですね。で、まあレース系ですけど、背びれの方もしっかり、形になってますんでね、まあ、見ていて好き嫌いは分かれるところだと思いますけど、面白い品種です。まだまだ活力はあるので、胴腹で交配を、しばらく重ねていこうと思います。今度ですね、親選び直して、どの程度この、まあ、塗りつぶされていくっていうかな、レースを残しながらの黒い表現、維持できるかっていうのはまた確認してみますね。はい、それでは今日はここまで。